はい、皆様どうも、マフロです。それではレッドイットダイやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、5階についております。もうね、6階の階段見えちゃってますね。ここ、あ、6階じゃない、これ雪、新しいエリアだなこれ。ほうほう、ちょっと5階探索して、このエリア行ってみようと思います。来たな、装備がねえじゃないかよく言う、素手も熟練度があるから、殴り殺し。装備してなかった。丸のアイロン装備しよう。お、キノコ生えた。あ、ネズミ出てきた。ほら待て、よし捕まえた。おお来た、お前らは花火の餌食じゃん。あ、間違えた元間違えた。壊しとかないとなんかしてくるからね。あ、落ちろ、ほら、見て、ロックしました。その攻撃嫌だな。その攻撃やめれ。ああ、やばい、あぶねえ、あれ避けにくい、あの攻撃。あんまないやん、持ってくの忘れたわ。やばいなこりゃ、こう置くだけでばっかりじゃねえかよ。ここは6階に行くエリアですね。はい、まあじゃあ確保したんであそこ行ってみましょうか。雪っていうところ、これ生えてたハートだけ。
一個じゃ心もとないな。でももういいや。おお、こいつか。複数を襲ってこなければもう大丈夫。複数はさすがにきつい。よし、じゃあ行ってみましょう。新エリア。さあ、何があるんだい？あ、ここ行って下に行けるわけか。さらに。回収業者のジャッカルズっすよ。あいつらの仕事は邪魔しない方が身のためっす。装備品確かにかっこいいんすけど、くっそ硬いっすよ。ライバル？じゃねえな。3対1なの。硬いね、確かに。ここ行った。関わらない方がいいってこと？何も落ちてない。いらないから捨てていったのか今のは。あ、登れないのか。なんか変なのがいるよ。おお、なんだこいつ。あ、弱い。ちょっと驚いたけど弱かった。花火が来た。じゃあ間違えた。花火ゲート。まあここもボスいるとかじゃないだろうな。中にいるのか。1だぞ。でもこれどうしたらいい。壊れた。ほっとけばいいの。開かないんでしょう。
なんだよ。ほっとけばいいのか。急に開いたりとかしないだろうな。体力回復のキノコが欲しいんだが、俺は。来た。お、花火か。この人突っ込んで切りつける。あう、ゴアやりたかった。つい連打しちゃうんだよな。ここはあんまり回ってないけどな。エレベーターはなさそうだよね、表示がないから。降りてみようか。戻るの大変そうだよな。でもエレベーターがないから。あ、でもどっかに繋がってる。ああ、間違いですが襲撃を受けました。マジかい。ゲームは結構襲撃を受けた。なくなってくるけど。ていうかレベル高くね。 30? あ、18か。またモフモフだけ。モフモフだらけじゃないかよ。投げようか。やっぱ30だな。出とけ。あ、17か。見にく。いやー、ここ絶対ボスのとこでしょう。やばい、死にたくないな。うん、確実にそうっぽい。やめた。体力回復を持ってればね、やるでしょうけど、全然ないんだよな。これだけだからな。やばい、戻ろう。ここにボスがいるということが分かった。だってこのゲーム死んだら厄介だもん。あー、でもあれか。あの人に回収してもらえばいいのか。やってみっか。失礼。すいません。また戻ります。ボスかどうかわかんないしね。最後コンティニュー使っても勝てるんだったらコンティニュー使って勝って。無理そうなら回収お願いするか。アンクルデスさんに。ちゃんと装備しよう。
いやーでも装備もそんなにないぞ。ボカンだけにかけるか。あー復活しちゃった。こいつら落とさないかな。よしよし、やばいやばい、落とせ、落とさねえんだよ。あの人は落とさないけど、ハートだけが。結晶だけか。入ります。あれ違ったんか、ボスじゃん。なんか来た。え、で、なになに、後ろにいたのか。なになに、なんかダメージ食らってね。しびれた。あ、なんか撃たれてるね。これか。撃ってくるやん。まあボツじゃなかったからよかった。ビビって損した。どうするべきか。まだあった。つくずは欲しいな。なんかいるよ。あ、あのレーザーのやつ。いてててて、あの野郎。回復欲しいよ。いらねえよ。サソリの音だ。サソリ言うてる。どこだ。いねえぞ。とりあえずあいつは気づかれた。
か、もう体力ねえな。あ、来ちゃった。やばいやばい、これはやばい。もう体力ないんだってば。危ねえなあ。サソリ欲しいなあ。サソリ体力回復なんですよね。どこにいるんだ。だからどこだってば。あ、いた。上にいた。普通に触ったらダメなんですよ、こいつ。これで気絶してるところに食べる。サソリを食べる。大して回復しなかった。厳しいな。サバイバルだな。こんなギリギリになるなんて。やばいやばい。あぶねえ。体力減ってくれててよかった。あの人なんかどうしようちしてたっぽいな。
うわ超いっぱいいるんじゃね。やばい。届かねえな。あ、どこ撃ってんの。ダメか。開けないとダメか。ダメか。あ、当たった。あいつだけなんとかしたいな。あ、弾もね。変えるか。違う違う違う。ドロップキックしてどうすんの。この先何かありそうかな。あー、7階につながってんのか。また探すということで一回帰りましょう。ここはいいけど、ここの前の階あれだよね。保管だけ、保管だけ取っとこう。この前の階は敵復活してるんだよな。帰れるかな。そんな遠くはなかったか。超ギリギリ感ですね。あ、そもそも冒険に行くのに体力の回復のを持っとけっていう話だけど。ちょっと今回は何も持たずに濃すぎたっておかしい。用意不足でした、完全に。また受けた襲撃。よく襲撃受けるなぁ。あー、やっぱ来た。ちょっと待て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 。花火足止めして。よし、花火もあんまりないな。遠いな結構。あ、やばい、後ろから来た。あ、しかもやばいよ、ここはなんか立体になってる。こんなとこ通ったっけ俺。通ってないよね。超カオスなんだけど。あー、ここは通ったけど。あー、死ぬ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 。お前ら同士打ちしとけや。
集中しといて。こんな時花火役に立つな。あ、花火もうない。ちょっといっぱいすぎだろう。どんだけおんねん。逃がして。ああダメか。愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただきます。その瀬戸際のご判断賢明かと存じます。ここまで来て、逃げないつもりだったけど、あれこれは逃げなきゃしゃあないよね。お前らやばい、このこれがいるのは。体力体力落とせ。ちょっと上から撃ってきてるのがいるな。キノコっぽい。違う素材だ。これ開けたらね、いっぱい襲ってくるんですよね。ダメダメ。あ、あれか、この野郎。これどうやって壊すんだよ。遠隔ないと壊せないか。これは欲しい、売れるから。人格あったかな。ある。違う。あれダメだ、上に行かない。ボカンだけ。ダメやん。おー、でもあれスタンプラリー押したいな。横から行けば大丈夫か。3、2、1。なんか撃たれてる。当たってるやん。これダメージどうなんの。受けてる、受けてるね。ちょっと気になってできなかった。飛んでるし、だいぶ痛い。まだ押せる。もうあの野郎、今度覚えとけよ。
あ、花火やろうと思ったけど落ちちゃった。あ、川はいるか。でもこんなキノコいらないやろ。体力回復ほとんどねえよな、本当に。びっくりするぐらいないよな。あれ戻ってきちゃった。これ戻っちゃダメだって。なんか飛んでるし、またロックできねえ。あいつがいた。一気に近づけば。よし。もう帰れる。超ギリギリでしたね。でっていうか一回死んでるんだけどね。もう苦戦するわ本当。とりあえず無事帰ってこれました。ご要望のフロアをお申し付けください。下へ参ります。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。